こんにちは、特化軍です。普通科です。そんなんだっけ。はい、クッキングパワーみたいなんです。主任主任クッキングパワーなんです。主任ってなんだよ。フジパパは主任だから。なんで階級でクッキングパパって言ったのに主任って書いてくると思わんから。本日はこちら、はい、どうぞ。自衛隊20年無敗最強の部隊が負けたわけ。おー、前回やりました、はい、自衛隊を相手にする自衛隊で、うん、20年間無敗最強の部隊と言われていました、うん、ついに負けたと。前回やりましたね、下、うん、貼ってますんで、ぜひそちらからご覧ください、うん、ついに負けたんですけど、今回その訳をね、なるほど、説明させていただきたい。これは興味ありますね、はい、だってもう、ええ、私はもう何戦ったわけですね。戦いましたよ、はい、開始1時間で死にましたからね。戦死しましたからそれぐらいすごい人たちなんですよ。強かったね。強いのか弱いのかもう分からない。開始1時間で砲撃落とされて死んでるんですから。見えてないから。見えてないんですよ。ギラついていったんだ。ギラついていったんですよ、もう、ね、20歳ぐらいでバキバキに仕上げて。そうですよ、まあ太ってたかもしれないですけど。何百戦無敗ですからね、言われてるやつです。あれね、すごいですよ。おさらいから。おさらい、こちら、ドドン、富士トレーニングセンター通称 FTC 部隊が最強と言われておりました、うん、ちょっとね、このセンターとかつくと、まあ、民間というか バッティングセンターみたいな感じはありますけどね。競馬でいう美穂のトレーニングセンターとかね、立東のトレセンと言われてる。知らねえけどセンターってつくのはちょっとね、なんかね、より実践的な戦いをするっていうスペシャリストです、全国からの自衛隊を相手にする自衛隊です、うん、体、車両、銃、戦車にセンサー、バトラーというものをつけて対戦します、うんうんうん、撃つとレーザーが出て、そのレーザーを受けると、はい、あなた死亡、反応するね、重傷とか、ちゃんとセンサーが反応する、うん、その瞬間、銃も反応しなくなる。だから撃たれた瞬間に、うん、くさーっつって撃ってもダメなんね、もう銃反応しないからね。約250人以上 VS 250人以上、場合によってなんか同等の人数ではない場合もあるかもしれないですね、うん、なんか括弧24時間ほぼ同じ人数、まあこれはだから若干ブレがあるかもしれない、基本的に、中隊とプラス戦車、うん、何両つけますみたいな感じで、うん、同じぐらいのね、戦車の車両にします、うん、続きです。演習場で対戦しますと。モニターで幹部の人たちとかが両方のデータを取れるという目的があると、うん、対戦前に FTC は、挑戦者側の自衛隊、攻めか防御かを決めると。これは前言ってなかったんですけど、防御に入りますとかって、うん、なんか決めるんでしょうね、連隊同士でね、はい、これは俺知らなかったですね、うん、相手に負けや改良の必要性を伝えるために FTC は絶対に勝つと、まあそういう感じでやってます。限りなく実践に近い、限りなく実践に近い訓練ですね、はい、いやさっき言いました、そういうセンサー、こういうのです。簡単にドドン、これ何こういう何ですかこれは。はい、こういうの分かったと思います、大丈夫でしょう、はい、これ人体模型の内臓の部分じゃないですか。心臓ですか。理科室に置いてあるやつじゃないですかこれ。こうなってたはずなんですよ。こんなにこうなるだったから、ね、ランプがついたところがやられたよと、うん、腕、体、足、どこをやられましたよというランプつきますね、一人一人つけてます。今でもすごい、もしあれ俺多分もっとアナログだった気がするわ。あ、そう、うん、で、死亡っていうところランプついたら、はい、終わり、うん、重傷っていうところランプついたら、はい、あなた重傷。重傷はね、多分重傷2時間待機だったけど。はい、こちら、ドドン、約20年間無敗であったと。かっこ陸自ではFTC のことを無理ゲー、無敵キングと呼んでいた。無理ゲーだから、たけしの挑戦状みたいなことですかね、見てファミコンで言うね、無理ゲー。20年間クリアできない、うん、ホームの地形を熟知して、うん、実践的な作戦行動を行っていたため、めちゃめちゃに強いって言ってるから、うん、ここに構えてればあっちから攻撃できないけど、こっちから確実にできるっていうの全部頭に入ってますね。ついにこちら、ドドン、青森県弘前、うん、第39普通科連隊を中心とした第39戦闘団が快挙、勝利。すごいですね、はい、普通科プラス戦車ですね、うんうんうん、さあこっからです。どうして勝てたのか、うん、こっから先はですね、うん、都市伝説に近い。そうなんですか。はっきりは分からないですね。絶対にこうだって言うとちょっと、ね、そうだね、あれですから、いろいろあるから噂と思って聞いてください。信じるか信じないかは、はい、あなた次第です、ねはい、無敵キングを攻略した秘密が、うんうんうん、こちらでございます、うん、なんドドーン、ドローンを使った。ドローン、ドローンを、ドローンを駆使して、ドローン、一気に緊張感がね
ダンラーンと攻めたわけじゃないですか。ドローンを使ったんですね。ドローン、ね、すげえな。今ねドローンを使う部隊ももちろん増えてってます。いやだってさ15年前にドローンなんかなかったからね。ないですよね。ドローンとしてるやつしかなかったんですか。何をうまいこと言ってんだこれ。トローンと言ってないでしょ。トローンとして寝てねえかもしれないんですけどね。いやいやまだ始まって1時間だ。寝てる寝てる。ドローンがあんだもんな、はい、今な。そっかすげえな、はい、こんな感じです、うん、ドタン。装備が戦術を超えた瞬間であったと。情報戦に勝利したと、うんうん、一瞬だけドローンを飛ばし相手の居場所を確認した。つまりさ今まで FTC が強かったっていうのは、うん、石膏行ったけど、うん、帰ってこねえ。捕まっちゃった。捕まっちゃった。撃たれちゃった。石膏通ね。偵察する人ですかね。偵察が殺されちゃって、うん、帰ってこねえから、情報がもうないから。ないまま。どう攻めていいの俺たちって、砲弾来るみたいな。とか、はい、もう行っちゃおうみたいな。いいや、もう突っ込む。突っ込めよ。魚災だそれ。情報戦が、とりあえず、とにかくあっちはすごかったというところをですね、なんと、これだけではございません。こっちは、うん、何でしょう。こちら、うん、ドダン。レンジャー小隊を編成したんじゃないですか。ほー、なるほど。相手を偵察、石膏にレンジャー小隊を使ったと、うんうん、レンジャーっていうのはそもそも50人例えば中隊いたとしても、うん、2人か3人ぐらいですから小隊をそんな作れない、まあ中隊によって生かす生かせないとか、うん、その時の勤務のあれとかによってね、うん、レンジャー持ちの人もいるいないとかあとさ、うん、そうさ30年前にレンジャー行った人とさ、うん、2年前にレンジャー行った人とかだとまたね話も違うでしょうしね。レンジャーだけの小隊を作る。なるほどなるほど。もう本当それだけのために作ったっていう、はい、つまり1個中隊じゃ作れないから、うん、隣の中隊とかから、うん、今回 FTC って行くから貸してくれっつって。確かにぽいぽい。そもそもなんでうちの連隊部隊はあの15年前それやらなかったんですか、うん、いや、いけると思ってた。なあ、そんなものせんでも。そうそうそう。うちの中隊だけの実力にいける。いけるってなったんだよな。いける。いや、カリンカリンカリン。確かにやっぱそういうことしないとな、うん、勝つためにはな。ちょっとだから、あれですよ。言ったら、なんていうのかな、助っ人外国人を呼んだみたいな状態になってますよ。まあでも、確かに、レンジャーの人がやる石膏のやり方と、うん、石膏教育行ってる人の石膏のやり方ってやっぱ、まあ違うから、うん、またその特色が出るんでしょうね。うんうん、レンジャーの人は、だから言ったら平気で何時間もかけてじわ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 、うん、何センチずつ進むとか、うん、もう気が遠くなるような、でんでん虫みたいな状態ですよ。もうやるから。なるほどね。本来、だから中隊にいないはずの、うん、レンジャーもこうね、周りから、大隊から呼んで、編成したのではないかと。うんうんうん、レンジャーちょっと多めに連れてたのかな、うん、そうそうです、ね、そうですそうです。レンジャーがいつもより多いです、うん、でレンジャーが得意なのは、うん、石膏に使うことが多いです、うん、2人組行動を得意とすると、うん、だから森尾さん小隊で動いてたじゃないですか、うん、中隊か小隊で、うん、で砲弾で一気にやるやつ、はい、見やすいと。まあそうですね、人がいっぱいいる、ね、人数多いし、うん、こっちはね2人行動でささっと行って、レンジャー小隊はね、だからささっと逃げると、うん、だから撃ちづらいと。基本2人組でじゃあバディでずっと行動したってことですね。そうですね、うん、だからこういう情報戦に、まあ、有利に、うん、まあ、これもあったんじゃないかと、はいはい、どういった状態か、うん、つまり石膏っつのはどういう状態か、おレンジャーを使うっつのはどういうことか、うん、いうことか、こちらドドン、うん、分かりますよね、ちょっと待ってください、はい、こういう感じでございます。何ですかこれは。ありがとうございます。分かんない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 。何ゴールテープ切ってるこれで2メートルぐらいしか立ってないぞ。ゴールしたの何何何、ちょっと待ってください。はい、これ匍匐してですよね。ああ、そうですそうです。はいはい、匍匐でここガリッガリッガリの人が匍匐してちょっと同じさん、すいません、はい、なんかドラムがあるんですけど、はい、ここにこれドラムセットが日本中のみんなに集体、恥ずかしい恥ずかしいよこれ。ちょっと、あのですね、これドローンです。あ、これ、これドローンこれドローンね。そうですよね、演習場に急にドラムを置いてるのおかしいですよね。あ、こっちが FTC 側ですね、うん、はい、で、レンジャーがこうじわ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 1、うん、2時間かけてでも何時間かけてでもこうそーっと行きますよね。前に行くんですね。チラッと見ます、うん、で、ここ防御ライン、はい、言うてね、このスケールってね、うん、何キロとかいうスケールなんで、うん、一人一人のこう立ってる距離とかも言うたら何百メートルかあるんですよ。ああ、考えてるってことですね、はい、うん、で、こっちも地形とかも利用してどの位置に立ってれば大体こう、うん、網羅できるなと、はい、制圧する網羅、うん、監視におけるなってあるんですけど、うん、でもこの位置関係は相手にはバレてはダメなんですよ、うんうん、ね、この二人は、うん、そう、間通られるから、うん、だけどドローンとこのレンジャーでもって、あの間を狙ってたんだ、あの間通れそうとか、
この一人実は他の人たちより距離遠くね、うん、とかっていうのをこう偵察で、穴を、でまあドローンで一発ですよね、あとね、そっか、分かった、あの位置にいたぞ、あそこ薄くね、これによってですね、いけたんじゃあるまいか、ちなみに森尾ハザード君は多分、うん、この辺り、そうですね、この辺り、この人たちを本当は見たかったんですよ俺たちと目の前で小銃を撃ち合いたかったんですけど、はい、やったらさ、そのことすら何も練習したものは一つも構えました、構えてないです歩いちゃったけども、なんか鳴ってるよっピー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 走れ、ピー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 死亡で、こちら最後にね、うん、こういう感じになっております、どうだ、うん、世界共通で新装備が出るとすぐに対策の装備を用意すると、うん、FTC はドローンを装備し無敵キングとなって帰ってくるであろう、ああそうです、これってちなみになんですけど、はい、FTC 側はドローンをまだじゃあ今回持ってなかったと、ドローン教育とかがあるってことですよね、はい、あんまりね大きい声では言えないですけど、うん、あるっちゃありますよね、あるんか、まあ、ここまで言っちゃったもんね、そうかそうかいやだとしても行きたかったなと思ってドローンね軍事用の高いからね、高いからさ、まあ、もちろんドローン使ったから絶対勝ってたってことじゃないけど、ね、ないけど、ね、もう全部噛み合ったっていうのはありますけど、衝撃でしたよね、すごい、うん、びっくりするでしょということでございました、すごいね、いや次破られるのはまた20年後かな、あ下手したらそうですよ、ほんと、ということでございました、すごい、皆さん、続編という形になりましたけれどもね、 FTC が FTC にどうやって勝ったのかというね、噂でございました、噂だね、あくまで、ね、あくまで噂でございますね、これもあの時代にドローンあったらもう1時間行ってられたな、もう1時間は、うん、ドローンにぶら下がってもよかったな、いや多分ドローン荷物輸送用の巨大クルーン落ちちゃうでしょ、落ちちゃうし速攻撃たれるナイツパタパタピピピピピピヒュー撃たれてるちゃんと撃たれてる奇襲でね、奇襲をやったつもりかも、奇襲でもなんか幹部の方に声かけられて、うん、FTC 行きます、なんか FTC 見ますみたいな、どういうことですかそれモニタールーム連れてってくれるってこと、すごいじゃん、わかんないです、どういうことなのかな、わからん、なんか総会の時に幹部の方が声かけて、おうおう、 FTC とかなんか見に来ませんかみたいな、なんか軽いノリ言われ、ほんと大、いいんすか、それ入り口 FTC に来ませんかみたいなこと言ってたから、うん、どういうことなの、いやなんかあれじゃない、富士の演習場の外周、入り口に落とされて外周だけうろちょろしてるみたいな、俺だけちょっとなんか、うん、俺だけちょっと違うなんかマークとかつけてさ、うん、入れて、はいどうぞみたいな、いやないでしょ、ないでしょ、ない見たいね、ないんだから、見たいです、ほんと俺はいいわ、死んだイメージしかね、行ってこい、嫌だよはい、ということでございました、うん、FTC と第39普通科戦闘団の戦いでございました、うんうん、何かありましたらまたやりたいと思います、お願いします、はい、ツイッターインスタやっております、特化君で原作フォローお願いいたします、へい、チャンネル登録したございます、お願いします、へいへい、特化君防災本ございます、おーございます、お願いします、あるんだってさ、本日はこれまで、それじゃまた、そう